あ、まあ、国森さんとの対談だったらやりますよということですけど、まあ、その江本さんとか来るんだったら、もうそれは、お風呂行きませんということをはっきり言いました。まあ、また逃げたとか言われるかもしれませんけど、逃げたんじゃなくて、同じ画面に映りたくないんです。はい。同じ政党と、同じようなレベルの政党と思われたくない。ちゃんと国民の利益のために政策議論したり、こういうことやった方がいいよねということを議論するんだったら、ね、それはいいことです。それは政党の代償問わずやった方がいい。けど、なんかその個人的な、まあ後で言いますけど、そのしょうもないこと、で、ああなんじゃないか、こうなんじゃないかとか言い出したら、そんなこっちだっていくらでもありますよ。だから僕たちはもうそういうことやらないの。もうやらないでこうねって決めてるんですよ。はい。吉野さん、今日ちょっと感情的になって、なんかちょっとついたしたらしいですけど、はい。なんか封を消してたみたいですけど、はい。もうね、そういうことを、そういうことに時間を費やしたくないし、それをやってですね、なんか同じ土俵の上に乗って、なんかそんなことやるのはみっともないので、私たちの理念に反する。だから、まあ、今日、ね、まあ、もちろん僕も、変えて答えてる方がいいことあると思うので、答えますけど、それ以外のところはですね、まあ、もう、政策的なことはもう我々街頭で言ってるので、もうそれ見ておいてもらった方がいいですよ。はい。賛成党、どういう党か。あ、ちなみに今日初めてって方いらっしゃいますか？賛成党の街頭です。あ、すいません。前提を話さずにいきなりこんな話をしてしまいまして、申し訳ありません。賛成党はですね、2020年4月11日にできた政党です。で、上りあります。皆さんに参加してもらえる政治を作る党という意味で賛成党と名付けています。で、どうやったら皆さんが政治に参加できるかと言いますと、まず、政治的な情報をちゃんともらうということですね。はい。なんで、日本の経済がこれだけダメになっているのか、ね、病気っていうのは一体何だったのか、政府がやった対応は正しかったのかどうか、ものが本当に、ね、国民を守るためのものなのか、それとも、また、日本の歴史教育なんかはものすごい歪められてます、戦後ね。そういったことも含めて、もう一回皆さんにちゃんと考えてもらいたいんですよ。ね、本当はこれは政治じゃなくて、マスコミとかメディアがやることです。けど、もう今のメディアちょっとおかしいんですよね。なんか偏ったことしか流さない。ね。なんか放送法とかも守ってないじゃないですか。ね。本当は放送法っていうのがあって、ちゃんと、両論兵器で、ね、やらないといけないんですよ。全然両論兵器してない。で、そうやってつくとですね、一つの番組では一方的に見えるかもしれないけど、テレビ局全体としてはちゃんと両論兵器してますみたいな言い訳するんですけど、してない。全然してない。明らかに誘導がかかってます。もうそれはね、いろんな法案の時もそうですよ。安保法制の時とかもね、そうでした。安保法制じゃないや。ごめんなさい。集団的自衛権の問題の時もそうでした。ね、なんかあるとすぐ戦争になる、戦争になるって言うんですよ。はい。ね、戦争になってますからもう。はい。なってるんですよ。何を戦争と捉えるかですよ。戦争っていうのは別にミサイルを撃ち合うだけじゃなくて、まず、情報戦とか心理戦から始まります。で、次に経済戦。ね。そして、実戦ですよ。で、もっと具体的な例を挙げれば、今、ロシアとウクライナは戦争してますよね。そうでしょ？で、日本は立場どうですか？ウクライナに一方的に支援をしてますよね。ね。で、そこに、ね。送っちゃったんですよ。軍事物資を。防弾チョッキとか、ヘルメットとか。銃じゃないから大丈夫っていう理由は通りません。戦争中の片方に、物資の提供したら、それは、利敵行為なので、ロシアからしたら日本は敵認定されてるんですよ。今だからロシアと日本は交戦中で撃っても、過言でないぐらい、プーチンは怒ってますよ。プーチンさん怒ってます。別に僕は、これを言うとね、すぐロシア擁護するのかって煽せされてる人がいるんだけど、ロシア擁護なんかしてない。ロシアがやったことは悪い。ね。で、ウクライナもでも、大概なんですよ。だから、そこの勝手に二人がやって、二国がやってるのに、日本がそれのどっかの課題でする意味があるんですかって話です。日本の一番の危機は、台湾です。台湾に中国が侵攻したら一番困るんですよ。そうでしょ？中国を抑え込むっていうのは日本の一番の国益です。外交上。賛成党はそう考えてる。その時に、ロシア敵に回して日本のメリットあるんですか？今、ロシアと中国どんどん接近してますよ。日本が、今、僕、予備自衛官もやってますから、
ね、今日本の国防力どうしてるかっていうと、もともとロシアが、ソ連が敵国、仮想敵国だったんですよ。でも、それがどん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 今感染して、中国危ないからって、南西諸島の方にどんどん人員を回してったんですよ。で、そこにミサイルとか配備しようとして、ね、防衛白書とか作って、ちゃんと書いてある。ね、だから北方の守りを南に固めてたのに、また北方の脅威になってるんですよ。日本の25万の自衛隊で両面作戦できるんですか？中国人民解放軍何百万人いるんですか？でしょ？そういうことをちゃんとテレビで言うんですよ。本来は。ね、で、中国のミサイルがどんだけ日本に向いてるのかも言うの、国民に。言わないでしょ、メディア。なんで日本に数百発もミサイル向けてる国の留学生にお金どんどん払わないといけないんですか？なんでそんな国の国民を受け入れないといけないんですか？別に日本にいる中国人を責めろって言ってるんではない。中国共産党のあり方にちゃんと文句を言えって言ってるの、政府に。だってそんな銃突きつけといて俺たちの言うこと聞けよとか、俺たちの射程にね、お金渡せよって、そのヤクザじゃないですか。そうでしょ？まず、ね、お金欲しいんだったら、あんたのところの国民なんとかしてほしいんだったら、まずあなた、日本に向けてるミサイルを避けなさいでしょ？そうでしょ？それをさせるために、アメリカとかロシアとかを上手に使って、日本は軍事力が弱いから。そうでしょ？それをやって、いや、日本に向いてるミサイルの矛先を変えるのが、一番の安全保障。戦争でね、家がなくなった人たち助けるもいいですよ。別にウクライナ人の支援をするなとは言っていない。ただ、人道的支援と軍事支援は別なの。それをやっちゃったら、もう交戦状態になってしまっているから、そのことをちゃんと総理は国民に謝りましたか？メディアはそれを取り上げましたか？取り上げてないでしょ？こういうことをちゃんと伝えて、本当にこれでいいのかっていうことを、みんなで議論することが大事なんですよ。それをやるために、情報の発信とみんなの議論をする場所として、この参政党というのができています。だから、参政党で一番最初に皆さんにやってもらいたいことは、勉強することです。勉強してくださいって言うと上から聞こえるかもしれないけど、しょうがないんですよ。情報を集めないと。だって、政府とかテレビが、まあ、新聞が、ちゃんと情報を提供してくれないんだもん。ね、国民の知る権利が守れてないんですよ。憲法違反です。ね、民間で、放送各社でね、人出し合って BPO とか作って、ね、自分たちでチェックしてます。放送の中立性守ってますとか言うけど、守ってない。うん。あのね、海外みたいに、ちゃんと第三者機関を本当に作って、マスコミチェックしないとダメですよ。確かに政府がマスコミを監視するって言うとね、かえっておかしなことになるけど、本当にちゃんとした第三者機関を作って、ね、マスコミをちゃんとチェックしないとダメです。参政党はそういうこともやっていきたいと思います。だっておかしいじゃないですか。平日の夕方に雨降ってるのに、もうざっと見ただけでも300数十名いらっしゃいますよ、今ここに。これニュースですよ、本当だったら。でも一向に東京のメディアはこういうことニュースにしてくれない。地方はしてくれるんですよ。それなりに。長野県なんかちゃんと取材も来てくれて、なんと地方紙なんか世論調査の項目に参政党って入れてくれたんですよ、長野県の新聞。そしたらなんと参政党の支持率ちゃんと 1% あったんですよ。江戸国とか令和より上だったんですよ。もうね、こんだけの人集まってるんですから、朝日新聞とか、読売新聞とか、共同通信とか、世論調査に参政党を入れてください。そういったらね、ちゃんとみんな見るじゃないですか。ね、国政政党じゃないからとか言うけど、国政政党であるかどうかよりも、ちゃんとこういう国民の周知が集まってるかどうかが大事でしょ。ねえ、そうじゃなかったら、国政政党にならないと取り上げないとか言ったら、新しい政党なんか作れないじゃないですか。そういうことを、きちっとやってもらう。それを、国会にやりたいんです。参政党っていうのは、そういうことを目指しています。で、公開質問、ちょっとやっていきましょうか、簡単に。かなりでかいですね。ちょっと、皆さん見えますかね？見えないか。まあでも、
まあ、ざっと下流してください。はい。まあ、この辺の音はいいんですよ。なんか要は、参政党の中にスパイが入り込んでくるんじゃないかって話なんですよ。はい。で、反撃スパイが、入ってきて、なんかそれに参政党が乗っ取れんじゃねえのみたいな。で、反日組織としては統一教会、国際協商連合は日本の最大の闇なんですって。で、そういったところとつながりがあるんじゃねえのみたいな、そんな話が書いてあって、CIA のエージェントなんだかんって書いてあります。ね。で、それに関しての歴史認識について誤っていると思う点があればご指摘ください。ね。あ、そうそう。で、協商連合でしょ。だから、岸安倍一族、笹川一族っていうのも、こう、反日スパイなんだという前提でから書いてると。ね。で、その次に、まず順番に聞いてくるんですよ。統一教会は反日スパイ組織と考えてますかと。スパイであるスパイではない。答えたくないと。わからないってはないんですね。はい。で、統一教会。正直、僕そんなに詳しくありません。統一教会のことについて。なんか集団結婚式とかやってたとか、そんなのあるかもしれないけど、統一教会の末端にいる信者の人は、僕は何人か付き合いがあります。知ってます。市議会議員の時に応援してくれてた人もいます。はい。で、付き合いってそれぐらいだから、彼らが反日活動やったかどうか、よくわかりません。でも、あとこれは僕が答えられる。自民党の支部長でやった時に、統一教会の集まりには呼ばれました。はい。他の議員さんも来てらっしゃったから、はい。そういう自民党の応援はしてるんだなというのは理解してます。はい。それぐらいですね。統一教会について分かっていることは。で、笹川一族っていうのは、まあ、笹川一族ってあれですよね。協定とか、はい。そういうのをやって、まあ、日本財団とか作ってらっしゃいますよね。で、そういった、要は、公営賭博ですよ。あれは。それを特別に認められてるから、それはなんか戦後あったんでしょうね。はい。そういった戦後の日本の混乱期に、ね、そういったまあ特殊な利権ですよ。こういうのを作ったわけだから、それは、そういう力がですね、はい。大丈夫です。そういう力が あったんだろうということぐらいはわかりますけど、反日活動かどうかっていうのはそれはわかりません。はい。で、岸さん、安倍さんたちは反日スパイですかということですけど、何をもって、まあ、これ全部そうですけど、反日スパイの定義が曖昧なんですね。要は、国益にかなわないことをやったっていうのはスパイって言うんだったら、それはそうかもしれないですね。でも、国益にかなうこともやってらっしゃいますよ。ね、いいことも悪いことも両方あるんじゃないですか。はい。だから、すべてをもって、スパイだというふうに断定するのは僕は間違ってるというふうに思います。で、まあ、この辺はまあ、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、5番ですよ。僕は笹川義隆さんっていう人とつながりがあります。はい。で、僕の知り合いが、会社を起こすときに僕役員になってくれって言われて、100万円ぐらい出資したんですよ。そしたら、その会社の代表が笹川義隆さんになってた。まあ、笹川一族って言われる、信頼関係がある人です。それは知ってます。はい。でも別に彼自身が僕に変な要求をしてきたとか、なんかしとってるとかじゃなくて、彼は名目的会長で、僕の友人が会社を経営したところの役員 で、僕はほとんど役員報酬ももらわずに、出資金もまだ返してもらってません。はい。で、なんで、もう一個はこれ知らないんですよね。特定営利活動法人メディカルリレーションマネジメント協会っていうのの役員を僕は知った覚えはないんですけど、この日本創生研究所っていうところの役員はしてました。はい。で、ここを辞めたきっかけはですね、この、まあ僕の友人 H さんの人なんですけど、H さんが、なんだっけ、技能実習生の受け入れをこの会社でやりたいって言い出したんですよ。僕は外国人労働者の積極的な受け入れにずっと反対してます。河野良平さん、河野太郎さんとの対談動画とかもあるから見てください。で、それだけでも反対なのに、さらに、その連れてきた担当者が、その外国人の労働者を、うちは安く仕入れられますって言ったんですよ。仕入れられますって言ったんですよ。労働者を。僕、その言葉にぶち切れたんですよ。人を仕入れるってどういうことだと。ね。奴隷じゃないんだから。ね、その考え方は絶対許せない。言って、それを辞めるように言ったんだけど、いやもう会社でやるって言ったから、もう僕はそれをきっかけに、辞めさせてもらいました。はい。何年前かな？はい、もうだいぶ前です。だから、笹川さんに誘われたんじゃなくて、僕はその H さんが、まあちょっと、地方創生の事業とか頑張ってやってられて、僕は地方で今学校とか農業とかやってるんですね。そういうことのモデルケースを作りたいと思っていたから、協力することにしたんですよ。お金ももらってません。だから手弁当で行って、役員会とかに出てました。
最後もね、辞める数ヶ月前ぐらいから、月5万円か3万円かもらってたかもしれない。半年間ぐらいかな。はい、でも、出資金100万出してたんで、もう元が取れてません。はい。そういうことがありました。だから、ここの役員やったことは事実です。はい。で、次のまたこれしょうもないですね。神谷さんと、僕は黒田さんと話したってことがあるんですよ。彼が3年前のオリーブの塔かなんか作るときに、一緒にやってくんないかって言われて、で、会議に参加したら、もう全然中身が決まってなくて、みんなで喧嘩してたんで、その中の私が。だから、僕はもうその日を境に、もう会わないようにしようと思って、下げてるんですけど、その時に、僕の課長に資金を出してる人たちがいると聞いていますと。そんなにしたかどうか覚えてないですけど、多分もしそれが僕が言ってたとしたら、僕は、2012年に衆議院の選挙で落選して、13年から無職になりました。だから会社を作ったんですね。で、会社をいきなりすぐに回らないから、僕の友達とかが、応援スリーブを込めて、僕を会社の顧問とかにしてくれたんですよ。今も1社ぐらいどっか残ってると思います。で、まあ定期的に例えば講師で行ったりとか、ご飯を食べながら、今のそういう国際情勢とか、そういったのを話したりしながらですね、まあ毎月応援してもらってたんですよ。そうやって繋いできたんですっていう話をしたのかなと思います。はい。で、ただこじつけてるわけですよ。ファン政党が立ち上がる前、および立ち上がる時において、神谷さんの仮想資金を提供してたのは誰かですよ。ね。で、いくらぐらいお金を出したか、公表できませんでしょうかとかで聞いて、で、そんなにスパイがいないかと。要は、多分何が言いたいかというと、笹川さんとかからお金をもらって賛成書を作ってんじゃねえかっていうことを連想させたい質問なんですよ。はい。1円ももらってません。はい。ただ、笹川さんのお店で言ってもらってもいいですよ。1円ももらってない。本当に賛成党、まあ今日会計の人間はいないけど、賛成党は2020年の4月の11日に作った時、全くお金がなかった。その時にホームページすら作れなかった。だから僕の会社から500万円くらい立て替えて、で、ホームページを作りました。で、そのお金は党費が集まってから返してもらっています。立ち上げの時に必要なのは大体ホームページくらいですよ。ね。ホームページだと党員を管理するシステムね。もう今それが、党員が増えすぎちゃってパンクしちゃって、もう今手作業で全部やってて、もう死にそうだって、党員がやってくれてるんですけど、まあそれを置いといて、その仕組みとホームページ作るのに500万くらい必要でした。それは僕の会社が貸しました。賛成党に。それが最初の立ち上げの時に払ったお金。その後は、党員の党費です。月1000円、4000円の党費。それと、DIY スクールとか、セミナーとか、そういうものをやって、いただいたお金をずっと貯金してきたんです。で、1億円くらい貯まった時に、党の役員とかの人が、これ使って、研修とかやりたいとか、交通費出してくれって言われたんだけど、それ、ちょっとスタモンだったんですけど、僕は絶対ダメだと。とにかく、我々も、支部長の皆さんとか役員の皆さんも、セメントでやってくれと。そうじゃないと、来たる、この2022年の参議院選挙に挑戦したいと思った時にお金が足りないと。で、当初から僕は3億円ぐらいいるって言ってたんです。3億円。だから今1億円しかないんだから、1億円もあるんだからってみんな言うんだけど、違うと。3億円必要なんだと。だから、あと2億集めないといけなくて、ね、このままじゃ党員も足りないから、ね、選挙できなくなるよと。だから1円も渡せないと。ということで、支部長の人たちをちょっと揉めたこともあるぐらいです。だから支部長の人たちに聞いてください。ね。で、今3億5000万、6000万ぐらい集まってます。じゃあ、その後どうしてその1億から増やしたかっていうと、まず、党員が今ガーッと増えてきたってこと。それから、街頭で演説活動とは別に、ね、物販なんかをやって本とかを買っていただいてます。その売り上げ。それから全国で今タウンミーティングやってます。1000円とか2000円とかいただいてます。その売り上げ。で、一番大きかったのは、5月8日にやった、パシフィック横浜での5000人の政治資金パーティーです。1枚2000、2万円のチケットを5000枚売ったわけですよ。それで1億円集まったわけですね。それで、ボンと増えた。あとは、ありがとうございます。寄付を、たまにいた個人献金、1人年間150万まで OK なので、それを名前とか書いてもらって集めてると。それを積み上げで、なんとか3億5000万ぐらいまで来てると。でも、ありがたいことに、今回、45の選挙区全てに候補者が見つかって、擁立が可能になったので、全国45選挙区全てで賛成党候補者が出ます。そうなると、またお金が足りない。3億円集まってほっとしてたのですね。
またその残り15人分ぐらいお金集めないといけないんで、また追加で今度8月21日に2回目の政治資金パーティーを企画し、そして今一生懸命チケットを売ってるんですよ。はい。で、これが全部売れると、またあと1億2000万が入ってくるから、これでやっと5億円が揃って、なんとか、選挙区45人、そして、比例区、5人、合計50人で選挙ができるという形になります。なんで5億もかかるんですかって言ったら、供託金45人分で、ね、なんと1億3500万円がかかるわけですよ。ね。ああ、そうか、そうですね。1億3500万。ね。で、我々、全国比例5人で3000万。ね。で、ポスター作るのに、なんと全国にポスター貼るだけでもう4000数百万かかるんです。あ、印刷するのに。印刷だけですよ。貼るの別ですよ。ね。だって40万枚ぐらい作らないといけないんで。チラシだって2、300万枚作ります。はい。2、300万枚、1枚3円としたって300万枚作れば、それでもう1000万ぐらいいくでしょ。ね。で、事務所もみんな借りたり、選挙カー作ったりするから、各支部に300万円ずつ選挙活動費出すんですよ。なぜか、参政党の候補者ってそんなお金持ってないからです。ね、少しぐらいは持ち出しお願いしますよって言ってるけど、でも、今回の選挙ね、いきなり初めての選挙で、選挙区で勝てるわけないじゃないですか、そう簡単に。ね、神風吹きは別かもしんないけど、ね、川西さんもそうですよ。東京でね、こんな乱立して、著名人いっぱい出てる中で、で、我々のようなゼロから作った党が、そう簡単に勝てるわけないから、まあ、ある意味、落選覚悟でみんなやってもらうわけです。ね。でも、それでもやりますよって言ってくれた人たちにお金も出せっていうのはあまりにも酷だから、ね、300万は党から何とか集めて出したいということで、皆さんともお約束してて、な集まんないと本当に僕どっかから借りてこないといけないんですよ。個人名義で。だって政党で借りないから。ので、まあ、もう、どうしようかなと思いながら、ドキドキしてチケット売ってますけど、でも僕は最終的に6000枚のチケット売れると思ってるんで、はい。それが売れたらですね、僕はお金を借りに行かなくていい。ね、お金借りるってなったらね、大変なんですよ。ね、で、まあ、本当に、まあ、数百万ずつを借りるんだったらいいかもしれないけど、まとまったお金借りたらですね、それはそれで恩ができるじゃないですか。そこの金の貸し借りとか、出した出さないっていうところからなんかおかしくなるんですよ。この書いてる本人の黒川さんだって前回の参議院選挙の時にお金の問題で揉めてましたよ、終わってから。僕だいぶクレーム聞きましたよ。神谷さんも関わってんのかって言って、もうなんか俺前友達ですね。いや、僕会ったことあるけど、一回会っただけで参加してないから、僕に言わないでくれと。ね。黒川に電話が繋がったら大事に逃げてんだと。神谷さん連絡つかねえかとか言われてですね。僕一回電話してんだから繋がんなかった、確かに。自分が大丈夫ですかって話なんですけど。はい。だから、まず参政党にバックがいないから、お金も出してもらっていません。ので、笹川さんからももらってないし、安倍さんからももらってないし、統一協会からももらってないと、いうことをはっきり明言しておきます。はい、中国共産党や CIA と別体としか思えない総合学会のことをどのように考えていますか？総合学会ね。まあ、自民党と別体なのは知ってます。共産党や CIA とそんなに別体なんですかね。ごめんなさい。まあ、それが多いので、まあ、中国にかなり、ね、例えば、おかしいなと思うのは、公明党がね、その外国人の、土地取得を、ね、言うと、公明党とかが、やっぱり、ノーって言うんですよね。それで強い法律が作れないと、いうようなことを自民党の議員から聞いたことがあります。そういったことを勘案するに、ひょっとすると中国共産党と深く繋がってるかもしれないですね。でも、こういうのって、ちゃんとやっぱり歴史的な資料とか、証拠がないと、想像ではものを言っちゃいけないから、そしてましては、創価学会みたいな。で、真面目な方多いですよ。別に僕、創価学会フォローしようとは思ってないけど、でもね、結構、今、参政党でやって、創価学会の人たちが、この外国に来てくれるんですよ。で、終わってサインとかしてたら、私、創価学会で、今までずっと公明党言ったけど、もう今回のワクチンの政策では公明党は許せないと。ね、子供にまでワクチン打つなんて、ありえないから、今回ばかりは、絶対賛成と応援すると、いうようなことを明言してくださる方も結構いらっしゃいます。はい。だから、あ、創価学会だからイコール公明党でもないのかな、というふうなですね、そんなこともあるし、あと、党員の方でも、実は私創価学会の賛成なんですとかいう方いらっしゃいます。でも、それで初めて聞きました。入会したのって言ったら、違うんですけど、創価学会は、親が創価学会員だったら、生まれたら子供も創価学会に自動的に入ることになってるんですね。で、でも、いいのと、公明党応援したくて言うと、いや、僕は違うんで考え方。じゃあなんで考え方が違うの、創価学会のって言うと、いや、辞めるって言うと、親とか親戚と揉めるんですと。で、妻も創価学会なんですと。だから、辞めれないから、
創価学会の立場を残したまま、参政党の活動してもいいですかと、真摯に聞いてきた人もいますよ。うん。だから、いや、それはね、政治活動して家族の辺まで来るのはおかしいから、うん。いや、その周りがそれでいいんだったら、うん、別にそれでいいんじゃないですかと。いうことで、参政党の中にも創価学会員の人はいますよ。はい。それが僕が創価学会に対して考えていることですね。はい。